るからだい。あ、ピーチ姫だ。マリオ、ルイジ、お元気ですか？私は今、南の楽園、恐竜ランドに来ています。可愛い恐竜たちが仲良く暮らす、とっても良い国よ。ぜひ、マリオとルイジも遊びに来てください。 PS、 お友達のヨッシーと一緒に写した写真を同封しますね。ピーチより。よし、僕らも恐竜ランドへ行こう。大賛成。マリオとヨッシーの冒険ランド。なんか忘れてる気がするなあ。そうだ、テレビの前のお友達に電話しなくっちゃ。ちゃんと僕がテレビっ子持ってきた。ほんじゃ、これからテレビっ子のテストをするよ。ベルが鳴ったら受話器を取ってね。もしもし、僕マリオ。今僕たちは恐竜ランドに向かう飛行機に乗ってるんだ。おいしいフルーツにワクワクすることがいっぱいありそうで、とっても楽しみさ。あ、そろそろ飛行機が着陸するみたい。ほんじゃまた後で電話するからね。いや、大歓迎を受けたったらどうしよう。アロハ。あら、おい、どうなってんの？おかしいね。みんなどっか行っちゃったのかな。あれは久しぶりだな、マリオ。ピーチ姫は俺様がいただいた。返してほしくばクッパ城まで来るがよい。ただしこの島はもはや俺様の部下でいっぱいだ。果たしてたどり着けるかな。ほう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 。ねえ兄さん、早くピーチ姫を助けなくっちゃ。よし、行くぞ。おちょっと急ぎすぎたかな。疲れちゃったよ。ほんと、スーパーキノコでも出ないかな。よっと。あれ、なんだこの卵。もしもし、僕ルイジ。ねえみんな、これ何の卵なんだろう。この中からどの卵か当ててみて。わかった。はい、ボタンをどうぞ。よし、一緒に見てみようか。うわ、助かった。どうもありがとう。僕はヨッシ。君たちは誰？僕はマリオ。僕はルイジ。わあ、僕知ってるよ。ピーチ姫にいつも話を聞いてるよ。そうか、ピーチ姫と一緒に写ってた君がヨッシー君だ。ねえ、みんなはさっきの問題当たってたかい？発表します。ピンポン、すごい当たってたね。ブー、残念。ヨッシー君の尻尾が見えてたよね。ねえヨッシー君。ピーチ姫は今どこに？そりゃわからないよ。僕も仲間を助けようとこの先のお城へ行こうとしたら、逆に卵に閉じ込められちゃったんだ。クッパに捕まった僕の仲間たち、一体どうしてるんだろう。よし、僕ら三人力を合わせてみんなを助けような。そうさ、またあのクッパのやつを懲らしめてやろう。オッケー、もう一度チャレンジだ。さあ、背中に乗って、道の案内は僕に任せてよ。あら、やってんぞ。いいかい、行くよ。あの吊り橋を渡るとドーナツ部屋です。マジ？へへへ、これから先は通さないぞ。
だあ、ブルがたくさんいるな。のこのこの方が多いよ。ドラゴンが一番多いと思うな。もしもし、ねえみんな、ブルとノコノコとドラゴンの中でどれが一番たくさんいると思う？1番、ブルが一番多い。2番、ノコノコが一番多い。3番、ドラゴンが一番多い。わかったかな？はい、ボタン。ピンポーン、あったり。ブー、あれ？ノコノコが一番多いよね。よし、やっつけながら一緒に数えようか。1、2、3、4、5、6。ね、やっぱりノコノコが一番多かったろ。チキシュン、まだ負けたわけじゃないぞ。あらら、ありゃキリがない。僕に任せて。覚えてろ。その怪我はやっぱりクッパにやられたのかい？うん、僕も一緒に行きたいけど、これじゃ足で的になっちゃうし。一回、ドーナツ部屋のお化け屋敷に住んでるテレサは無敵だけど、ただ一つ、明るいところが苦手なんだ。覚えておいてね。頑張ってね。くれぐれも気をつけて行ってね。行ってくるね。ここから出られたやつはいないよ。出口を見つけてみろ。さあ、行くぞルイジ。やだな、真っ暗だよ。なんか変だな、あのブロック動いたみたいだ。ん？やっぱりブロックか。なんだって？やっぱお化けだ！そうだ、イエローがテレサの弱点を教えてくれたっけ。帽子の中に何かあるかもしれないな。もしもし、みんな、ろうそく、キノコ、フラワー、コインの4つのものの中でテレサをやっつけられる道具はどれ？イエローヨシンはテレサは明るいのが苦手って言ってたけど。1番ろうそく、2番キノコ、3番フラワー、4番コイン。わかったかな？はい、ボタンをどうぞ。この4つの鍵穴の中に本物があるはずだぞ。もしもし、ねえ、この4つの中のどれが本物だと思う？鍵穴はいつも同じとは限らないんだよ。勘を働かせて答えてね。はい、ボタンをどうぞ。残念。
念、またトライしようね。やったー。さて次のエリアだ。あら、これじゃブロックがないと渡れないよ。この辺りに点線ブロックを本物にするスイッチがあるはずなんだけど。あ、あったあった。ほんとだ、でも3つもあるぞ。おいらはカメくん、カメ一族の魔法使いじゃい。あいつがスイッチを増やしちゃったんだ。どうすんの、どれが本当のスイッチかわかんないよ。もしもし、みんなまたまた困っちゃった。黄色のスイッチを押せば黄色の点線のブロック、緑色を押せば緑色のブロック、赤を押せば赤のブロックが本物になるよ。どれがマグマの川を通れるようになる本物のスイッチかな。1番黄色いスイッチ、2番緑色のスイッチ、3番赤いスイッチ。わかったかな。はい、ボタンをどうぞ。ピンポーン。そうだね、緑色は最後まで続いてるね。ブー、あれ、その色は途中でなくなってるよ。どうだ、ちゃんと見つけたぞ。それ三連ジャンプ。それ。よし、またまた君の友達かな。わ、まだ赤ちゃんのヨッシーだ。ダメだよ、君は帰りなさい。ニャ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 。ここはまだまだ危ないところなんだから。ニャニャ、僕も戦うの。ほら、空にもパタパタたちが飛んでるよ。よし、見てて。あ、危ない。ダメだよ。ありゃりゃ、食べちゃった。ほんと。大きくなれば文句はないよね。さあ、行こうよ。さあ、乗って。この先のブロックに秘密のアイテムが隠してあるけど、きっと誰も気がつかないよ。何番目のブロックだい？右から3番目のブロックさ。やった、いいこと聞いちゃったぞ。これか、右から3番目だ。えい、やった、ボーナスステージへ伸びる豆の木だ。うわー、コインがいっぱい。いただき。もしもし、いやー、みんな、僕から問題を一つ。マリオとルイジ、それぞれ全部のコインを取れるとしたら、どっちがたくさんコインを取れると思う？マリオは上の雲、ルイジは下の雲だよ。1番、マリオの方が多い。2番、ルイジの方が多い。どっちかな？わかったかな？はい、ボタンをどうぞ。の方が多いね。ブー、あれ、ルイジの方が多いよ。兄さんが8枚、僕が10枚。やった、僕の方が2枚多い。チェチェ、下を選べばよかったな。ほら、2人とも早く僕らに乗って、ここから飛び降りれば下はすぐ迷いの森だよ。わっほー。もっと上手に降りらんないのか、やったく。ごめんごめん。え？
あれれ、出口はどっちなんだ？あっちだよ。違うよ、出口はこっちだよ。いやいや、そっちじゃないよ。なんて意地悪な森だ。こうなりゃ僕らで探すしかないね。もしもし、私が力になりますわ。こんにちは、イモムシの花。これと同じのくれたらいいこと教えてあげるよ。もしもし、みんないいかな。花ちゃんが持ってる花ちゃんの大好きな果物って一体なんだ。切り口をよく見て探してね。1番いちご、2番メロン、3番リンゴ、4番トマト。わかったかな。はい、ボタンをどうぞ。リンゴだよね。ブー、あれ、リンゴだよ。わかった、これだね。おやつに食べようと思ってちょうど持ってきたんだ。そうそう、私はリンゴが大好き。じゃあいいこと教えるね。この森の木は嘘しか言わない嘘つきばかり。でも一本だけ本当のことを言う赤い花が咲いて黄色の実がなっている真実の木があるのよ。もしもし、またまたみんなに聞いちゃいます。花ちゃんが教えてくれた赤い花で黄色い実の真実の木ってどの木かわかるかな。この3つの中から選んでね。さあ、わかったかな。はい、ボタンをどうぞ。ピンポン、あったり。ブー、残念、1番が正解だよ。迷いの森を出る方法がわからないんだよ。お願い教えてください、真実の木。この迷いの森を抜けるにはね、そこの湖に飛び込むと次のエリアなの。ありがとう。よし、みんな行こう。おう、それクリアすればクッパの城はすぐそこだな。さあ、行こうよ兄さん。よし。うわあ、みんな気をつけろ、危ないぞ。兄さん、天井が。うわあ、早く早く、そこのくぼみに。僕たちはどのくぼみに隠れれば助かると思う？天井の形と床の形をよく見て考えてね。うわあ、急いでるからそのままでボタンを押してね。わかった。じゃあはい、ボタン。ピンポン、やった、ありがとう。むぎゅ、そこじゃ挟まれちゃうよ。よくやってきたわね。でも冒険はもう終わり。あたしの技破れる？もしもし、みんなまた頼むよ。本物のウェンディは一人だけ。あとの3人は偽物だよ。どれが本物だかわかるかな。はい、ボタンをどうぞ。
ポン。ほんとだ、サンキュー。ブー、それは偽物だね。悔しい、よくも見破ったわね。はあ、助けて、ね、早く助けなさいよ、ね。やっつけろ。何の何の兄さん、やつら踏んでも飛ばせないよ。くそ、パワーアイテムがあればな。よし、行くぞ、任せろ。いやあ、兄さん、花だ。やった、レッドヨッシー、サンキュのおかげです。チェ、なんだい兄さんばかりチヤホヤして。僕だって活躍したのに。コクッパ城を爆破しようと爆弾を仕掛けたんだけど、コードが絡まってどれが本物のスイッチだかわからなくなっちゃった。よし、僕に任せろ。もしもし、みんな、ここで問題だよ。4つの爆破スイッチのうち、どれがコクッパ城につながっている正しいスイッチかな。コードをたどってみるとわかるよ。1番赤いスイッチ、2番青いスイッチ、3番黄色いスイッチ、4番緑のスイッチ。わかったかな。はい、ボタンをどうぞ。ポーン、そうだね、それがつながってるよね。ブー、あれれ、それはつながってないぞ。3、2、1、0。あらら、違ったかな。ねえルイージ、ちょっと見てくれる。なんだよ、もう僕ばっかりこんなことさせられるんだから。あら、なんだよ、僕ばっかり笑いもんにして。もういいよ、兄さんなんか嫌いだ。なんだよ、変なやつ。ルイジなんかほっといて。よし、先に行こう。じゃん、秘密の玉は信号機、緑は進め、黄色は注意、赤なら絶対渡っちゃダメよ。誰だ。ねえルイジ、つまんない意地を張らないで、早くマリオを助けに行こう。一人でクッパを倒すのは無理だよ。ルイジはマリオがやられてもいいの？もしヨッシーやマリオがいなくなったら、僕はとっても悲しいよ。そっか、そうだよね。うわあ、ルイジー、助けてくれ。うわあ、マリオ、マリオ。え？あ、ピーチ姫、助けて、マリオ。ピーチちゃんのために改装したわしの城はお気に召したかな。さっさとお前を倒して、そして安心してピーチ姫と結婚式を挙げるんじゃ。行け、メカクッパども。卑怯だぞクッパ、正々堂々と一対一で戦ったらどうだ。スーパー
さん、それよし、とって、あー、当たらねえよ。くそ、みんな力を貸して、あのクッパに甲羅を命中させよう。上と下、君ならどっちを狙うかな。1番、上を狙う。2番、下を狙う。さあ、どっちだと思う？はい、ボタンをどうぞ。あー、命中した。ちっとも当たらんわい。兄さん、とどめだ。そらやった。僕らの中が戻ったら怖いものなどありゃしないって。そうだろう、兄さん。ああ。おいおい、それは僕のケーキだぞ。嘘だって。半分ずつにしよう。さすがマリオとルイジね。ありがとう。もしもし、みんな、今日はいろいろ教えてくれてありがとう。また一緒にテレビっ子で遊ぼうね。じゃあまた、バイバイ。